クラシックのバラです。未来さんありがとうございます。スタイルさんどうもありがとうございます。本日はワールドカップワールドベースボールハムスタークラシックを開催しております。こちらの選手はさくらちゃんでございます。ただいまひまわりの種を大量にお食べになっておられます。うっちさんどうもです。ゆういちさん、ゆいさんどうもです。いや今日もね本当野球終わってね皆さん暇だと思うんで、まあハムスターライブストリーミングでも見ていってくださいね。さくらちゃんピューレもお食べ、DYQ さんどうもです。マバルデスのハムちゃんはピューレ大好き。ノンさんどうもです。まあいよいよ明日はね全国の中学校では卒業式が行われますからね。ゆうこさんもね卒業ですね。何から卒業するのかよくわかんないですよね。ゆっくんさんどうもです。ヨガさんもよくお食べになられますね。もうピューレなくなるからね。新しいやつあるかな。ありましたありました。黒猫さんどうもありがとうございます。お世話になっております。バラデスのハムスターライブ配信です。ゆうこさんです。ハムスターもうめっちゃ元気ですね。ほんとねみんなダセダセアピールしてますね。あーゆうこさんもどうもです。めっちゃアピールしてますね。最近イエロー軍団がねアピールをだいぶし始めてきてますね。走ったら、いや元気で何よりですね。本当ね。いや本当だったらね明日は金曜日でねサバオのサバジロウのね病院に行く予定だったんですが、サバジロウ君お亡くなりになられてしまいましたんで、はい、病院に行くこともなく寂しいですね。本当に長い自粛しかったですね。まあこれからもねどんどん新しい子供をねクリオ君には作っていただいて盛り上げていきたいと思いますね。むちゃむちゃうるさいな。ギャットさんどうもです。
まあ優子さんもね年取れましたよね。さくらちゃんも今日はじゃあクリオと合わせてみますかね。クリオね一応元気なんですよね。今日はたくさんのメスと会ってみようのコーナーということでやっていきたいと思いますね。バラデス的にはそうですね、武器を持っておきましょうね。クリオ君です。クリオ君ですが、さくらちゃんと喧嘩したらバラデスはすぐに止めることができますんで大丈夫ですけど、まださくらちゃんは気づいてないですね。クレオ君ダメでしたね。さくらちゃんには嫌われましたね。まあ社内でさくらちゃんは嫁やけど、もうあなたとはやっていけないわ宣言、もう離婚してる宣言ですからね。しゃあないですねクレオ君。クレオ君もねまだ若いですからね、もうちょい頑張ってほしいですよね。もうさくらちゃんの方がもう強くなってしまって、これは勝負にならない感じでしょうね。ダメです、はい、はい、クリオ君ダメですよ、はい、クリオ君このまま隣の優子さんの家行きたいと思いますね。優子さんの家は優子さんはまあゆっくりと飯食ってます。まあ優子さんは栗尾と夫婦ではないですが、まあ、未亡人なんで、まあ、栗尾でも優子さん最強キャラやからね、これ無理だと思いますけど、クリオ君頑張りますか。やめときますか。ようなあんま気づいてないですね。こう気づきましたね。ダメです。喧嘩してはいけません。帰りましたね。でも優子さん狙ってますね。喧嘩してはいけません。どっか行けアピールしてますね。クレオ君どっか行けアピールされてますよ。ダメですね、これもね。優子さんもなんか久しぶりにオスハムスターに会って元気いっぱいですが、まあこの感じだとサバオはね本当メスの扱いうまかったですよね。クリオ君はいまいちですね。
ゆうこさんは無理でしょう。意外と仲良くするかもしれないですけどね。クリオ君ゴミを頭に乗っけられてます。大丈夫ですか。シャクティさんどうもです、こんばんは。今ゆうこさんとクリオが恋愛が成立するか今見てるんですけど、全く成立しないですね。今日はクリオ君に全員のメスと一緒にね合わせたいと思ってるんですけどね。ゆうこさんもなんか気にはしてますけどね。クリオ君もなんか気にはしてますけどね。悪いさんの方です。クリオ&ミズコットンです。フロムトゥデイクリオスタートメイキングベビーズ。ダメですね。大沢くちゃんさんどうもです。ダメですね、なんかね。じゃあこれをジェットフォームしましょうか、かまんといてよ。このような感じでクリオ君はですね、さくらちゃんともちごさんには相手にしてもらえませんでしたね。まあ残念ですね。じゃあゆうこさんとさくらちゃんに、はい、帰っていただいてネクストハムスターに行きたいと思います。ネクストハムスターはモーリービーンズとライスケークですね。ライスケークちゃんはこんな感じですね。でここにまた栗をですね投入してみたいと思います。まあレイディーたちはランチ、じゃあディナーでも食べながらクリオ君と楽しみ的な、そのような流れでございますね。クリオ君今日は忙しいですよね。まずはもちこさんハウスに、みえちゃんさんどうもです。早速もちこさんには嫌われてますね。いや可愛いですねハムスターね。この二人は夫婦なんで
ございますが、あんまし仲良くないですね。この二人はカップルでございますからね。They have 11 babies ですからね。サバはもうよく切られてましたよね。めっちゃ切られてる。はい、じゃあクリオ、はい、こっち行きましょう。はい、こっちはユアマザーがクリオくんのお母さんの黒豆ちゃんがいますからね。相変わらず仲いいね。クリオくんメスになんか囲まれて幸せな生活を送っておられますね。クロマメちゃんひっくり返って面白いな。クルヨクの嫌われっぷりはやっぱサバジローに似てますよね。サバオにね、サバオもよく嫌われてましたね。乗るな、やっぱここはトライアングルメジャーを使わないといけない。だ、あ、クリオ君帰るみたいです。まあここまでは一応想定ないということでね、クリオ君は切られるんじゃないかとは思ってましたけど、まあ今はね若いハムスターがヤングイエローズがいますからね、そっちで頑張ってほしいですね。私の飼ってるハムスターの餌は粒なんですけど、何粒くらいがいいんだろう。わからないですけど、こういう餌はそんな食べてもね太らないですし、もう好きなだけ持って帰ってやったらいいんじゃないですか。別に黒豆ちゃんもそんな太ってるわけでもなく、これ食べてるんじゃなくて持って帰ってるだけなんで、あとは自分で調整してるんで、だから全然餌いくらあってもいいんじゃないかなと。あんまりこうカロリー高いものとかはダメなんでしょうけどね。まあ、ハムちゃんも好みがありますからね。まあ、ブロッコリーでも食べながらや、ね。クロマちゃんはブロッコリー毎日与えてますが、あんまり食べてんの見たことないですけどね。でもたまに食べてますけどね。まあ好きなようにね、してもらったら。
もちこさんは、もちこさん、もちこさんは、もちこさんシャイガールなんでね。よう10匹も子供産んだな、ほんまな。もちこさんはね。さくちゃんさんは明日、さくちゃんさんウィルグラデュエートスクールフロムスクールトゥモロー、トゥモローイズアグラデュエーションセレモニーデイ、インジャパングラデュエーションソングイズアンジェラ・アキー、15 years old me、 15の君へ背景伝えたいことがある、15の君は若かったけども、15 baby すいませんでした、変な歌を歌ってしまって申し訳ございませんでした。なんかバレです、今日ねテンション高いんですよね、なんかね卒業式本当羨ましいな。バラエスの瀬戸さんもね、明日卒業式でいろいろメールとか来てましたね。まあ高校生の子だったらこうね、都会に行く子もいますし、まあ中3生だったら高校生になるわけですしね、本当楽しみですね。元気でやってんのかな、やっていけるのかな。楽しみですね。まあ、クリオ君は排除されましたけどね。さあ、次のハムスターにじゃあ移っていきますかね。シャグデーさんに爆笑されてますね。お、ジョーカーさんどうもです。いや、まあワールドベースボールクラシックでジャパン勝ったんでね、台湾はいつ出てくるんですかね、まだなんですかね。クロメちゃんでーす。高いですね。タグヤさんどうもこんばんは。クロメちゃん今日も食べてますね。ね、ブロッコリー。いやいやいや、スローアウェイされてますね。
ゲットアングリーですね。めっちゃおもろい。皆さん、ハムスターに怒られたことありますか？ハムスターにうざがられたことありますか？まあ、めったにないと思いますけどね。私は今、非常にハムスターに嫌がられましたね。ノーブロッコリーだと。ブロッコリーなんていらないんだと。まあ、投げ捨てられましたね。ブロメちゃんはね、もうベテランなんでね、もう好きなようにしてもらったらいいと思いますよね。やっぱあるんですね。意外とわがまま通しますよね、ハムスターね。まあそこがこう可愛いところもね、あるんですけどね。まあ、こんな小さいのにね、自分の意思を持って生きてるわけですね。かっこいいですね。見てください、この志の強い眼差しを。素晴らしいですね。詰め切ったろか。こっちのもちこさんは全く出てこないですね。本当ハムスターの性格もみんな違ってて、ね、みんなママさんなんでね。さくらちゃん、今日はもちこさん、暇だね、置いとくで。可愛いですよね。さくらちゃんも、もう もちこさん、もちこさんはジャンガリアンのホワイトですね。クラムちゃんはジャンガリアンの、まあ、ブラックというかノーマルですね。まあ、うちはジャンガリアンしかいませんのでね。で、あれですね、最近ちょっと I'm planning to get a new サバを、サバをの、昔サバをいたんですよ、マケレル。で、マケレルジュニアになって、次マケレルサードを買いに行こうかなと。はい、I'm planning to get a サバオサード。やっぱグレーハムスターね。 I want グレーハムスターですからね。お、ゆうこさん、どうもです。 WBC 良かったですね。大谷翔平、翔平大谷はすごいですよ、なんと。ね、昔のイチローのようにすごい選手になれましたよね。ね、このままいったらイチローよりすごいんじゃないかって思いますよね。
ラーメンちゃんもね、大谷翔平みたいなハムスターをバラですもん、買いたいですね。まあ、クリオなんか所詮全然ダメですからね。あーですね、アイシングソートですね。ブルーグルーグレイハムスターをねゲットしてもね、メールはフィメールもアイドンノーですしね。もうちょっとブロッコリーどけんといて、ドンとスローアウェイブロッコリー。 It's very hard to get a new server。ノーマルカラーもなんかクリオとフラメちゃんだけになっちゃいましたしね。もう本当に白か黄色みたいな感じになっちゃいましたんで、アイルウィン神戸、神戸イズは大阪、ネクストトゥ大阪。さあじゃあネクストハムスターありますかね。ネクストハムスターは面白いやつを用意してますんでね。じゃあクロムちゃん、はい、行かれましょう。はい、ネクストハムスターは メイプルちゃんです。メイプルちゃんです。メイプルちゃんはねベリーベリーオールドですよね。今は元気に頑張ってますね。ゆうさんどうもです。ハムスター赤いですよね、本当ね。まあ、うちのハムスターはみんなジャンガリアンハムスターと言いまして、色はいろいろいますけどみんな同じ種類でございまして、こちらのメイプルちゃんはですね非常にお年を召しておられまして、もう2歳1歳9ヶ月10ヶ月になりますが、まあ、元気でやっておられますね。メーブルちゃんジェットエナジーしましたらね、スーパーハイテンションになりますんで、ちょっとブレインにシュガーをね入れることによって元気になれますんで、
ワタピーさんどうもです。なかなかいい名前ですね、ワタピー。こちらメイプルちゃんですね。それではね、早速またメイプルちゃんとですね、こちらのプリプリプリンちゃん、プリプリンちゃんとクリオと絡ませていきたいと思いますね。プリプリプリンちゃんもそろそろね、お年頃なんでね、クリオとベイビーをね、作っていただきたいと思います。ちょっとメイプルちゃんは太りすぎですけどね、メイプルちゃんちゃんは。それでは早速プリプリプリンちゃんとクリオを一緒にしてみたいと思います。まあ喧嘩になったらすぐ止めますんで大丈夫ですよ。とりあえずエナジーチャージしときましょうね。今からクリオ来るからな、メイプルちゃん。チャワ、プリンちゃん。わあ、ドキドキするな。それでは、ブリングクリオちゃん。実は昨日少しデブなジャングリーハムスターに向かいました。名前はタフちゃんです。いいですね。デブなジャンガリアンモスターなんですね。まあ、うちのこのプリンちゃんもだいぶデブですけど、グラスハーモニーは450cm ですね、 50mm ですね。60はデカすぎてジャンガリアンハムスターには必要ないと思いますね。ゴールデンだとかハリネズミだったら60もいいと思いますけど、でも60買うんだったらグラスハーモニーよりルーミーの方をおすすめしますね。グラスハーモニー重たいですからね、掃除も大変ですしね。ワタビーは600プラスです。いやー、いいやつ買ってますね。1万円ぐらいしそうですよね、あれね。バルデスもね、60センチのやつ検討したこともありましたけどね、もうでかいし重たいし掃除大変やしってなったら、まあルーミーの60センチの方がいいかなと思ったりね。タオちゃん運動しないです、飯食って寝るばかり。まあそのハムスターの色によりますね。うちのこのプリプリプリンちゃんはイエローハムスターなんですけど、イエローハムスターとか白いハムスターのちょっと茶色いやつ、クリーミーラインとかいるんですけど、そういうハムスターはヒマイネーションを持っていまして、グレーです。ブルーサファイアで太ってるんですか。グレーファットベイビーなんですか。それは初めて聞きましたね。そんなんいるんですね。グレーで太ってんのはバルダスは聞いたことがないですね。それは多分食いすぎだと思いますね。ちょっとしばらく野菜だけの生活にした方がいいかもしれないですね。
あ、ペットショップでなんかいろいろなんか食わされてるんかもしれないかですけどね。まあ、なかなか、まあでもまだ来たばっかりなんで慣れてないのもあると思うんで、もうちょっと様子見てですかね。プレンちゃんはもう太るべくして太ってるというか、もう肥満体なんで、もう遺伝子的にしょうがないんですけどね。他の2匹のイエロージャンガリアンより太ってますね。野菜は人参、キャベツ、ブロッコリー、レタスとか豆苗とかきゅうりとか何でも食べますよ。まああんまり玉ねぎとかは食いませんけどね。ニラとか。オスメスはうちはもうほとんど全員メスですね。この糸もメスです。オスはクリオとメイプルちゃんだけですね。メザーモンスターはこんな感じで、この両サイドに乳首が見えますね。これが特徴ですね。こちらメイプルちゃんで、メイプルちゃんはボーイなんで乳首ありませんね。それがまあ見分け方ですかね。じゃあそれではクリオを連れてきますね。クリオです。メイブルちゃんとクリオはファーストミートですね。まあお互いオスなんでどうなるんだかわかんないですけど、まあ野菜食べさせたりとかいいと思いますよ。メイブルちゃん積極的やね。なかなかメイブルちゃんクリオのこと好きみたいですね。まあ両方おっさんですけどね。どうなるんですかねこれね。まあでもサバオいないんでね、メイブルちゃんも新しいお友達、これはちょっと余裕をかましてますね。クレオ君どうですか、クナマちゃん仲良くできそうですか。クレオ君相手がオスだと興味全く示さないですね。しかもメイプルちゃんもおじいちゃんなんでね、乳
市役所ハムスターなんで。確かに。サバオハズノーインタレスティッドインメイプルジャンですね。ある意味笑けますね。ノーインタレストですね。それはもうオールドマン&オールドマンですからね。トゥーオールドマンがいたところで何にも起こらないですね、これ。ノーファイトですね。しかもクリオイズボーリングですね。じゃあクリオ君ちょっと向こう行きましょうね。じゃあクリオファーストメットプリプリプリンちゃん行きますか。でさあプリプリプリンちゃんアンドメイブルちゃん、メイブルちゃん情報来るよ。ワイルドハムスター来るよ。アンドプリプリプリンちゃん、ファーストメットですね。さあどうなんですかね。ドキドキですね。Who are you? My name is Prin Chan. Oh, I see. Where are you from? I'm from Taiwan. Who are you? My name is Chestnut. I'm a very...ストロング&ワイルド&タフハムスター。 I have many babies. Who are you? ドジャ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 クリオドン、クリオドンとアタックプリプリプリンちゃん。プリプリプリンちゃん is bigger than クリオですね。これどうなるんですかね。お互いチョップスティックを食べてますが、プリンちゃん is interested in クリオ。ファーストメットボーイハムスター、プリンちゃん is interested in クリオ。あとクリオ has no interest in プリプリプリンちゃん。
なんでこれを Why do you doesn't have interested in プリプリプリンちゃん。No, no, 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 それではクリオ君借ります。どうもイマイチですね。プリンちゃん、大丈夫よ。プリンちゃんの初めての恋は一瞬で終わっていきましたね。まあ、プリンちゃんもこれからどんどんねクリオと絡んでいって、クリオとプリンちゃんで子供作ってやりたいところですけどね。まあ今見た感じだとまだまだ先は長そうですね。まあそれでは次はねみかんちゃんとバターちゃんでいきたいと思います。ちょっとバダちゃん待っとってね。
クリンちゃん意外に興味示してましたよね。確かにね。まあまだちょっと早いって感じですかね。じゃあ次はみかんちゃん&バターちゃん、そしてクリオという形でいきたいと思います。はい、プルプルプルンちゃん一回借りますんで、こちらがバターちゃんですね。でこっちがみかんちゃんですね。そして栗を連れてきたいと思いますね。どうなるんでしょう。栗は元気そうですね。はい、クリオです。さあ、クリオくんとみかんちゃんどんな感じになりますかね。喧嘩してはいけませんからね。バラですといつでも喧嘩を止めますから。喧嘩の止め方もね、慣れてきましたんでね、この割り箸で全部止められます。みかんちゃん、オレンジ&クリオ、チェストナットですね。うん、全く興味ないみたいですね、クリオくん。クリオくん、この3姉妹には興味ないんですかね。メイブルちゃんにも全く興味なかったですけどね。どうなんでしょうね。まだフェロモン出てへんのかな、クリオ。クリオのフェロモンが出てないんですかね。なんか興味なさそうですね。なんかメスだと思ってないんでしょうかね。もうみかんちゃん出てきましたけど、逃げましたね。みかんちゃんちょっと、まあ、警戒はしてますけど、なんで逃げる、脱走すんの。これでもなんかアタックしてますね。どうなんでしょう、もうクリオはもうダメなんですかね、ひょっとしてね。クリオはオスとしてもうダメな感じになるんですかね、これはね。クリオオールドハムスターなんか、お前は。ちょっとクリオダメで、ダメなんですかね、もう。いや、まだオスとしてはいけるんじゃないかと思うんですけどね。ダメなんですかね。ちょっとクリオにエナジーチャージでもしてみますかね。ちょっとね、これはちょっとエナジーが足らないですね。これはちょっとエナジーチャージ。
CL クロさんどうもです。むっちゃ逃げてる、むっちゃ逃げてる。おおお、メガちゃん毛玉物に会ったかのように脱走されました。帰るそうです。それではさようなら。クリオはビーストやからな。ビーストクリオになってんのクリオ。はい、じゃあ次バターちゃんち行くで。はい、はい、今度クリオ&バターちゃんです。お、バターちゃん戻りました。お、バターちゃんクリオが後ろに。お、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 クリオ&バターちゃん、いい感じ。どうなんでしょうね、バターちゃん結構クリオ好きかな。バターちゃんはなさそう。まあ、みかんちゃんはなかったですね。プリンちゃんはちょっとあるかな。バターちゃんはでも意外と攻め込まれてますね。お、クリオ行きましたね。でもバターちゃんは出てきましたね。あ、でもバターちゃんも負けじと頑張ってますね。どうでしょうね、クリオちょっと頑張ったらいけそうやな。バターちゃんめっちゃ興味も示してますね。けがらわしい、けがらわしい、けがらわしい。あのけだものはなんだ。私は可愛いアイドルバターちゃん、汚らわしいって感じですね。こっちが汚らわしいクリオくんです。汚らわしいクリオくんの飯を食ってますね。ダーティークリオ&ピュア、これビューティー&ザビーストですね。ビューティーアンダービー、こっちビーストですね、こっちビューティーですね。ビューティーちょっと興味示してますね。クリオ君は暇そうにまだ拭ってますね。
何なんですかね、この2人は。ビーストクリオですからね。こっちピュアハーテッドミズバターですからね。ピュアハーテッド&ビーストと、ピュアハーテッドだ脱走するのかい。ピュアハーテッド脱走しました。エスケープされました。ピュアハーテッドが戻ってきました。なんかファーザー&ドーターみたいですね。娘とお父さんみたいになってますね。ファーザードントエンターザードーターズルーム。ファーザーファーザー頑張ってますね。ビーストクリオちょっと興味示してますけど、バターちゃんは全然ですね。バターちゃんまだねピュアなんでね。ピュアハムスターとビーストですからね。ビーストブリオ、まあお見合いなんで徐々に仲良くなってくれたら。まあでもビーストしか選択肢がないですけどね。メイプルちゃんぐらいしかあと選択肢がないんでね。アイオンとニューボーイですね。アイオンとニューボーイですね。ブルーサファイアニューボーイ、クリオ君ね前より勢いなくなってますね。まあおそらくね、もうクリオ君はあれですよ、多分もう妊娠させる能力がないんだと思いますね。やっぱオスにもメスにも賞味期限があるんですね。やっぱニューボーイがいますね、これはね。なんか若くて可愛くてメスに好かれそうなね、やっと連れてこないといけないですね。来るよ。ダメですね今日の来るよ。ちなみにバターちゃんは爪切りましたんでね。バターちゃんカットザネイルしましたんで。クリオハブノーエナジーですね。やっぱもう無理なんですかね、クリオ。
遅れよ遅れよ You can do it 遅れよなあかんなこれなんかピアレント&チャイルドやなこれ沙羽親はもっとアグレッシブやったですけどね沙羽はずはまあアグレッシブハムスターでしたけどクリオなんかもうジェントルファーザーみたいになってますねなんで仲良くなってんのなんで君ら仲良くなってんの君ら普通に仲良くなったら黒豆ちゃんと変わらんやないか普通に仲良しになったらどないやねんこれのことはどうもお久しぶりですクリオくんに新しい お嫁さんを迎えたんですがなんかもう親子みたいになってますねちょっとクリオくんの時代の終わりを感じますねクリオくん飯ばっか食ってないで子作りすればいいのにバターちゃん普通に馴染んでますからねこれただのお食事会になってるただのお食事会になってるお父さんと娘やこれファーザー&ドーターやこれパパもう私にもちょうだいみたいになってるやないかファーザーギブミアサンクラワーセイドみたいになっとらやが何やこれファーザー&ドーターやないかこれクリオくんのこのある意味すごい適応能力を感じますがどないやねんこれパパは今ご飯を食べてるんだよ娘みたいな感じになっとる全然あかんやないかやっぱちょっと新しいオスをニューボーイがいりますねこれニューボーイがねクリオくんは全ハムスターに合わせてみましたけど全然ダメですね他のハムスターみんな寝ちゃいましたしねもうクリオが来るんやったらもう出てこう変わんみたいになってますねダッド、ヘイダッド、ヘイダッドヘイダッドどうしたんだよ娘なんじゃこれは全然思ってたんと違いますね Hey Dad I want sunflower seeds みたいになっとるやないかどないやねんこれほんと不思議な Hey Dad I want more sunflower seed 逆になったやん黒豆ちゃんとクリオと逆になっとるやんか黒豆ちゃんとクリオはマザー&サンって感じやけどクリオとバターちゃんは
ファーザー&ドーターになっとるやないか。これはどういうことやねん、これは。まあある意味可愛いっちゅうだからいいですけどね。いや、こんな展開になるとは思いませんでしたね。クレオ君もやっぱ親心があるんですね。オスハムスターに親心があるとは知らなかったですね。バターちゃんももう家の中でおとなしくしてますね。なんかニューシチュエーションですね。もうダメなんですかね。暇だね。そんな食べてますけど、はい、いや食べてもらっていいですけども、確かに仲良くなってくれるのは全然問題ないんですよね。でもね、娘と父親っていうか他人ですけどね。まあ近所のおっさんと娘さんが仲良くされてもね、どうなんだっていうのはあるんですけど、まあありえないことはないですね。まあ別にね、おっさんと少女がなんか何言ってんだか分かんなくなってきましたが、おっさんと少女が仲良くするのには問題はないと思いますし、はい、少女懐いてるし、お少女なんじゃこれは、お、なんじゃこれは、ガール&マン、なんじゃこれ、無理やりこう話をエロに持っていきたいんですけど、そうでもないみたいなんですよね。いや、ほんと純粋近所のおじさんと少女、おじさん遊ぼうみたいな感じになってるんで、なんかこうおじさん耳かわいいねいやこれおじさんこれどういうこと、これおじさんに興味ある、おじさん好き、おじさん好き、おじさん好きの娘さんね、おじさんを翻弄、もう I don't know what's going on ですよこれどういうことなんですか、これ
おじさん&少女。ニューシチュエーションですね。これ新しいですね。ラブなんですかね、これ。まあ、おじさんの魅力ってありますからね。I don't know ですね。おじさんの魅力に、hey、なんか、ティーチャー&スチューデントみたいな感じですかね。先生、私、先生、私、先生のこと前から好きだったんです。そうなのか。でもわしは嫁が二人いて、先生じゃあもうなんかわけがわからない感じになりますね、これ。何なんですか、このおじさんと娘。先生、私先生のことが前から、これ逆やん、いつもと。いつもクレオがなんか家の中から入って興味示して黒豆ちゃんに言わんこと、気長に待ちましょうなんじゃこれ、 What's going on ですよ、これ。なんだこれ、なんだこれ。これなんじゃこれ、なんじゃこれ。 What's going on。これはもう、はぁ、なんか面白すぎて、これはマーガリンバターちゃんです。はい、マーガリンバターちゃん is a pupil、 クリオ is a teacher。なんで一緒に飯食ってんねん、これ。なんやねんこれ、なんじゃこれ、なんじゃこれ。バターちゃんも全然怖がってないですし、クリオはなんか優しいというか、なんなんですかこれは。新しいですね。いや、なんか親子に見えるし、ファーザー&ドーターにやっぱ見えますよね。なんかね、これなんか面白い。クリオがなんか黒豆ちゃんになってる。クリオが遊ばれてる。クリオが遊ばれてます。これが面白い。バダちゃん is interested in クリオ。これ面白いですね。これベリーファン、ベリーファンです。クリオ。
これをなんかシャイボーイになってんのかな、これ。やっぱメイプルちゃんというかクロノちゃんには甘えるくせにバターちゃんには甘えないですね。イエス、アンド、バターちゃん。バターちゃん来ましたよ。ドーターですよ。ドーター、バターちゃん。ドーター、バターちゃん、ゲーム。ヘイ、ファーザー。ヘイ、ファーザー。ヘイ、ファーザー。これ何これ、何これ、 What's this? 何じゃこれ、何これ、新しいな、意外な展開すぎて、もう面白すぎて、もバターイズマーガリン、イエス、何なんですかこれ、まあでもファーザー&ドーターなんですかね。まあ近所のおじさんと近所の女の子みたいな感じですね。仲良くなることがあるんですかね。いやーもうほんとびっくりですね、何なんですかね。クリオ君もこんな暇だね食ってんの初めて 見ましたね。 We have never seen such クリオ is eating so many sunflower seeds。面白いですね、やっぱいろんな展開があるんですね、本当にね。プリンちゃん、プリンちゃんはプリンちゃんですよ、ノットミズバターですよ。こっちはマーガリンバターちゃんですね。ミズバターはグレートハムスターでしたね。わからん。じゃあちょっとみかんちゃん続いてますね。みかんちゃん。みかんちゃんです。みかんちゃん&クリオをやってみたいと思いますね。こちらはみかんちゃんじゃがクリオ&バターちゃんです。バターちゃんベリーキュートやな。クリオ You became Molly Beans になってるで。おかしいやないか、いつもそんな暇だな食うてへんやないか、どういうことやねん。
バターじゃなくす栗をうん、ベリーマッチですね。どういうことですかこれは。ファーザー&ドーターなんですかね。オクリオラ&ミバダコチュ、おおおおおお、今度クリオじゃあクリオちょっとみかんちゃんち入れてますね。みかんちゃん、クリオアンドみかんちゃんです。ミカちゃんランナウェイ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 、バダーちゃんはリラックスしてますけど、ミカンちゃんはもうなんか大嫌いみたいですね。クリオがねむっちゃ逃げてますね。どっか言いましたね。ミカンちゃんはダメみたいですね。ミカンちゃん落ちました。みかんちゃん、みかんちゃんどこ行った、みかんちゃんどこ行きましたね。みかんちゃん Where is みかんちゃん。まあ、しゃーないんでプリプリプリンちゃんを連れてきましたね。プリプリプリンちゃん&クリオ、プリプリプリンちゃん&クリオです。こちらはプリプリプリンちゃんです。メガンちゃんは家の中にぶち込んどりましたんで、これをプリプリプリンちゃん言ったで。これをプリプリプリンちゃん言ったで。みかんちゃん敏感ですね。もうオス嫌い、鼻が肌らしいですね。今家で暴れてますわ。プリプリプリンちゃんはどうでしょうね。クリオまだ気づいてない感じですけど、プリンちゃんはちょっと出てきたりしてますけど、クリオがこんなね飯食うの初めて見ますよね。ほんとね、いつもクロマメちゃんと遊んでる、甘えて遊んでるくせに。珍しいレアクリオですよね。
プラムちゃんちゃうわ、プリプリプリンちゃん。なんか興味ないんかな。なんか興味はなさそうですね。ハムスター大好きゆちゃぼうさんどうもです。みっこりりさんどうもです。どうなんですかねこれ、不良的には大人の振る舞いなんですかね。プリンちゃん的にはの振る舞い、なんか興味ないんですかね、やっぱね。子供なんで。不良くん帰ります。帰ったら出てきましたね。やっぱ興味ないんですね。クリオ的にはノーインタレステッドインガールズなんですね。まあそらそうですよね。クリオなんか人間で言うたらもう40、50のおっさんなんですからね。そらプリプリプリンちゃん言われてももう自分の息子娘と同じ年ですしね。まあそら興味ないわな。バターちゃんもお父さん、お父さんやなあれな。まあ興味ないわな。じゃあ帰りましょうか。主役です。やっぱ違いますね。主役はもう貫禄が違いますね。まあなんぼ女好き言うてもなんか年齢がちょっと離れすぎてような気がしますね。やっぱ黒豆ちゃんのようにこう貫禄のある銀座のママ的な
どうも、ウェンディさん、どうもです。黒豆ちゃんは銀座のママですからね、無敵ですからね。そんなびっくりするのもね、どうなんでしょう。クリオがなんか年いってしまったのか、まあサバオはねもう超変態だったんでね、本当サバオはいっぱい4人奥さんいましたけど、クリオはそこまで変態でもないみたいなんで、普通にもう年取ってるんじゃないですかね。サクちゃんさん、今日はオールコース。いや明日卒業式やからちょっと寝た方がいいんちゃう。クリオくんもなんかよくわからなかったのか何なのかよくわからないですけど帰っちゃいましたね。先生にメッセージを書く、そんなんあるんですね。なんか3年間お世話になりました的な感じですかね。そうですね、クリオもねもうちょっと元気かなと思ったら、新しいメスに合わせたらそうでもなかったんでね、ちょっとバラです。明日というかまあ土日に新しいブルースファイヤー探しに行きますね。オスのクリオくん、もしかしたらもう年行き過ぎてるんかもしれないですからね。今日全員のメスに合わせてみたんですけど全然でしたからね。まあかろうじてみかんちゃんと仲良くなりましたけど、バターちゃんでしたっけ。仲良くなっただけで終わっていましたからね、ほんとびっくりですよね。こちらプリプリプリンちゃんですね。プリプリプリンちゃんももうな、新しい旦那さん連れてこない、ニューハズバンドが必要ですね。こちらはみかんちゃんです。こちらはみかんちゃんですよ。今日バターちゃんとみかんちゃんはねクリオくんとお見合いしたんですけどね、なんかいまいちでしたね。バターちゃん元気いっぱいですね。みかんちゃん、若いな、痛いで噛まないで。アダちゃんとみかんちゃん、プリンちゃんは思春期になってきましたからね。
まあ、人間で言うたら高校生ぐらいになってますからね、元気いっぱいですね。痛い痛い痛い。バタージョンのクリオ君が面白かったですよね。確かに。ミカちゃんかまんといてもう痛いね、さっきから。僕クリオがまだ出てきましたんで、ちょっとじゃあミカンちゃんと合わせてみたいと思います。クリオくんです。クリオくん、ミカンちゃん、クリオくん、ミカンちゃん、はい、ミカンちゃん、はい、めっちゃ逃げてますよ、これは。スーパーハイスピードで逃げてますよ。はい、これはロックオン、ロックオン。ロックオンザミカンじゃん。めっちゃやられてるな。みかんちゃん、やっぱまだ早いんですかね。帰りましょうか。はい、バターちゃんです。バターちゃんは意外とクリオと仲いいんですよね。なんでかわかんないですけどね。あんましそんな嫌がらないですね。やめてやめてみたいな。こんな感じですね。じゃあクリオ君はじゃあこのまま黒豆ちゃんのとこに入れておきますね。黒豆ちゃんとこ行ったら甘えるんですよ。こいつ腹立つわ。なんか腹立ってきました。黒豆ちゃんとこ行ったらなんか甘えるくせに。バターちゃん家に行ったら積極的的な感じですね。みかんちゃん脈なしですね。グリオコの赤ちゃんね、今で14匹いますけどね。マリアさんどうもありがとうございます。ミシャムーソさんどうもです。
明日担任の誕生日お祝いしたい、したら泣いてた。昨日担任の誕生日お祝いしたら泣いてた。いや嬉しいでしょ先生、誕生日ね祝ってもらってね。何歳か知らないですよね。まあ、女の先生だったら怒りそうですよね。まあ、男の先生だったらそんな怒らないですかね。まあ、なんかとりあえずバターちゃんとクリオは仲いいですね。おっさんだったらまあ誕生日祝ってくれたら嬉しいかもしれないですね。まあ30代とか20代後半から30代で子供がいて嫁さんがいて誕生日おめでとうって生徒に言われたら嬉しそうですね。